うまい。ちょっと違いましたね。じゃあ瀬戸さんのレビューを。日本酒なんか分かんないですけどね、まずじゃあこれ大阪の秋鹿っていうのをちょっと飲んでみます。持つんだ。うまいなぁ。せっかくだからそのまま飲む。あ、これもあるある。あ、甘いですね。甘い甘い。まずはとりあえず甘いってことにしておきましょう。三流で、次これそれダメだから。静岡県の、赤い運命。これこうやって飲むものなんですか、やっぱり。さっき持つんだっていう。好きにやってる。まあ、腕前次第だから。やっぱ口つけできるやついいから。どんな形でも。あーなるほどね。さっきのこの大阪のやつよりは甘くない。甘くない。甘くなくてちょっと苦みがある。苦みがある。でも全体的に言うとやっぱ甘い部類に入る。でも飲みやすい。これも飲みやすいですね。最後じゃあこれ僕のふるさと石川県の、はい、草原、スカイハイ山田西55って書いてあるんですよ。スカイハイ、スカイハイです。ちなみにこれがポニーテール、スカイハイ赤い運命って書いてある。すごい名前がついてる。すごい名前っぽいな。あ、これはちょっとこの2つとは全然違います。やっぱさっき酸味があるって言いましたけど、本当に酸味があります。酸っぱい感じですね。ただやっぱ全体としてこの純米だからですかね、甘くて飲みやすい。なんですかね、普段僕安い居酒屋で飲む日本酒とかはうわーものすごい日本酒だねって感じがあるんですけど、これは甘い、飲みやすい、どれも飲みやすい。じゃあここで一番好きな、佐々木さんの一番好きなお酒、どれが好みだったでしょう。もう一回飲ませてください。もう一回行きましょう。味わって。うん。一番飲みやすいのは、じゃあ飲みやすいのは、あ、マジで。だんだん鈍ってくるね。今この2つに絞られてます。おお。もう一回ですか。あー微妙だな。もう一回最後決まりました。はい、これ真ん中がね、僕の、ふるさとだって言ってたんですけど、エコヒギじゃないです、はい、真ん中の石川県の草原。やはりこれが一番飲みやすい。おすすめ。私の日本酒全然飲んだことない人のおすすめです。撮影は秋葉仁さんでした。さよなら。さよなら。さよなら。